ファンデーションソフトウェアリブレ、アメリカラティーナ、ポルトガル語では、フンデサオソフトウェアリブレ、アメリカラティーナと呼ばれる。当団体は、フリーソフトウェアファンデーションヨーロッパ、フリーソフトウェアファンデーションオブインディアに続く FS、FSF 第4の姉妹団体である。2005年11月23日、アルゼンチンのサリオに設立された。フズフラの設立総会にて、おそれぞれ選出した。 同様に執行委員会は、からなる。2006年、ベアトリス、エンリケ、フェデリコ、フアン、マリオは委員を退任した。その後、原指導部を、現在の形に作り変えた。団体に、新しい役職委員会監査役を設置し、これにより他のフリーソフトウェア会の重要人物の、参加や委員会の監査、委員会への助言が可能となった。委員会の現在の委員は、 となる。委員会集団の現在のオブザーバーは次からなる。ありがとうございます。